見えない、聞こえない、話せないの三重苦を克服し、奇跡の人と呼ばれたヘレン・ケラー。その彼女が心から尊敬し、師と仰いだ日本人がいました。昭和12年、ヘレンは初めて日本の土を踏んだ際、真っ先にその師のもとを訪ねました。先生のおかげで、苦しい時も、辛い時も、努力することができたのです。先生こそ、私の生涯に光を与えてくださった偉大な方です。このヘレン・ケラーが師と仰ぐ日本人の名は、花輪保喜一と言います。花輪保喜一は、江戸時代の1746年に、武蔵の国保喜の村、現在の埼玉県小玉町に、父、保喜の右兵、母、清の長男として生まれました。保喜一の両親は、共に慈悲深く、信仰心の厚い人でした。穏やかで優しい両親のもと、保喜一は幸せな幼少期を過ごしました。ところが、生まれつき体の弱かった保喜一は、7歳の時、肝の病がもとで失明してしまうのです。両親は何とかして保喜一の目を治そうと、彼を背負い川を渡り、遠くの病院に何度も通いました。また、霊験新たかといわれるお寺に詣出ては、保喜一の目が見えるよう願掛けしたりしました。しかし、保喜一の目が良くなることはありませんでした。周りの子供と遊ぶことができなくなった保喜一は、次第に塞ぎ込むようになりました。そんな保喜一を哀れに思った村の龍聖寺の和尚は、目が見えないお前は外で遊ぶことができない。だから私がお前に本読んであげよう、と寺に呼びました。和尚が本を読み始めると、保喜一はすぐに本の世界に没頭しました。彼は本の世界を現実と同じように想像することができたのです。いつしか保喜一は本が大好きになりました。そして本が文字というもので書かれていると知り、和尚に手のひらに字を書いてもらい、文字も覚えていきました。記憶力が良かった保喜一は、和尚が読む本の内容を一言一句間違えずに語ることができました。当時江戸では太平記務という盲人の仕事があることを聞いた保喜一は、いつしか江戸へ行きたいと思うようになりました。そんな中、保喜一が12歳の時、最愛の母清が病気で亡くなりました。清は死の間際、保喜一に自分の帯をほどいて作った巾着を形見として渡し、どんな困難にあっても自分の夢を決して諦めないよう言い残しました。保喜一は悲しみに暮れながら、目の見えない我が身を立てるため江戸へ出ようと決心しました。1760年、15歳の保喜一は江戸へ出て飴富兼業の盲人一座に入門しました。兼業とは中世・近世の日本の盲人組織東道座の役職の最高位の名称です。東道座とは鎌倉時代頃に盲人たちを中心に作られた同業者組合です。江戸時代になり、東道座は幕府の保護を受けるようになりました。幕府は障害者保護政策として盲人たちに鞍馬、新旧、琵琶法師等の職種の独占を認め、経済的自立を図ったのです。保喜一は食べていくために兄弟子たちについて琵琶、琴、三味線、針や鞍馬を必死で習いました。しかし不器用な彼は3年経っても何一つ習得できませんでした。保喜一は自分の不甲斐なさに絶望し、近くの堀に身を投げて死のうと決心しました。そして堀につき、まさに飛び込もうとしたその時、懐から何かが転げ落ちました。拾い上げてみると、それは母の形見のあの巾着でした。保喜一、頑張りなさい。保喜一の胸に母の言葉が響き渡りました。涙が溢れ出ました。母様、私が間違っておりました。保喜一は死ぬことを思いとどまりました。後日、このことを知った師匠の飴富兼業は保喜一を呼び、
尋ねました。なぜ死のうとしたのだ。お前の本当の気持ちを聞かせておくれ。ホキイチは今まで抑え込んでいた思いの丈を師匠にぶつけました。お師匠様、私は学問がしたいのです。いつも学問のことばかり考えてしまい、他のことに身が入らないのです。それは波紋を覚悟の上での告白でした。しかし帰ってきた師の言葉は意外なものでした。そうか、学問がしたいのか。わかった、それも良いだろう。ホキイチ、これから3年間私がお前の面倒を見るから、学問を思いっきりやってみなさい。ただし3年経ってもダメならば田舎に帰りなさい、と言ったのです。アメトミ兼業はホキイチの学問に対する情熱とその才能を見抜いていたのです。学問の道が開けたホキイチは、本を貸してくれるという人がいれば訪ねていき、本を読んでくれる人を探し求めました。あんまで呼ばれた時は、用事が終わると本を読んでもらい、お礼としてあんま代はもらいませんでした。本を読んでもらう際にホキイチは一言も聞き漏らすまいと全神経を集中して聞きました。その様は読む人に感動を与えました。また一度聞いた本の内容を全て覚えてしまい、次に尋ねた時は意味がわからなかった箇所を質問したりするので、読み聞かせた方が驚いてしまうやりさまでした。ある日、旗本の奥方を紹介してもらい、あんまをした報酬として書物を読んでもらうことになりました。それは夏の夜のことでした。蚊の中で読む奥方は、彼が蚊の外で自分の両手を紐で縛り、じっと聞いている姿に気づきました。奥方が和教を尋ねると、蚊に気を取られると、せっかく読んでくださった本の内容を忘れてしまうからです、と答えました。それを聞いた奥方は深く感動し、褒美としてホキイチに映画物語40巻を送りました。アメトミ兼業の隣に松平憲忠という旗本が住んでいました。彼は本をたくさん持っていて大変な勉強家でした。ホキイチの噂を聞き感心した憲忠は、自ら本を読んであげようと申し出ました。しかし憲忠は公務が忙しいので、1日おきに朝4時から8時前という条件付きでした。ホキイチは感激し、必ず伺いますと頭を下げました。それ以後、屋敷には早朝から憲忠の声がとうとうと響き、それを微動だにせず聞き入るホキイチの姿がありました。憲忠はホキイチの学問に対する異常なまでの熱心さと、その記憶力の高さに大変感心します。憲忠はアメトミ兼業に会い、ホキイチの類まれな才能について話し、きちんと系統を立てた学問をさせる必要性を説きました。そして萩原宗子、山岡松上らの学者を紹介して、文学、医学、宗教などの幅広い学問を学ばせました。こうしてホキイチは念願だった学者への道を進むことになったのです。ホキイチは常日頃から誰に対しても穏やかに接し、決して怒ることはありませんでした。人間は小さなことで怒るようでは大業は成就しないと考えていたからです。また日々の暮らしは学問第一で、質素な服、粗末な食事で生活し、少しでもお金ができると書物を買いました。このように製品に甘んじて学問に打ち込むホキイチは評判となり、やがて公家や大名家から秘蔵している古書の鑑定依頼が舞い込むようになりました。ホキイチのもとに埋もれていた貴重な書物が集まってくるようになったのです。ホキイチは日々古書に接しするうちに、古書について憂いを抱くようになりました。古書にはその時代の文化や歴史、風俗が記録されており、もし火事や災害でその本が失われてしまったら、未来永劫分からなくなってしまう。また公家や大名家には蔵にしまわれたまま十分に活用されていない古書もあり、放っておけばいずれ失われてしまうだろう。目の見えない自分に様々な世界を教えてくれた書物に恩返しがしたい。
何か自分にできることはないだろうか。そうだ、古書を集めて整理し保存しよう。このことはまだ誰もやっていない事業だ。これこそ天が自分に与えた使命ではないか。保己一は全国の大名家、公家、幕府に協力を依頼して膨大な古書を収集し、新たな資料集として作り直し、後の世に残そうと決心しました。そして多くの人の手に渡るように写本ではなく印刷した本として出版しようとしたのです。保己一はこの資料集の名を群書類集と名付けました。保己一33歳の時でした。しかしそれは簡単にはいきませんでした。資料を集め編集し出版することは現在ではさほど難しくはありません。しかし電話やインターネットのない時代では集めるだけでも相当な労力が必要でした。当時本はとても高価なもので、その多くは公家や大名家に秘蔵されており、容易に見せたり筆写させることはなかったからです。例えば平安時代にまとめられた日本後期50巻は当時行方不明となっていました。それが京都にあるらしいと伝え聞いた保己一は門人を京都に派遣し探させた結果、伏見の宮家に10巻あることを突き止めました。しかし伏見の宮家は外部の人には見せてはくれません。門人は策を練ってまず伏見の宮家の家人と飲み友達となりました。そのうち家に泊まれるようになり、その晩に書物を借りてこっそり10巻を書き写し取ったのです。また集めた古書は同じ署名のものでも微妙に内容が違っているため、保己一は常に3人の門人に読ませ、正しいと思われるものを選んでいきました。このような苦心の末、群書類集が完成したのは1819年。保己一は74歳になっていました。思い立ってから41年目のことでした。群書類集は古代から江戸時代初め頃までの1237種類の歴史書や文学作品を収録し、全530巻666冊という膨大な資料となりました。群書類集のおかげで多くの貴重な資料が今日まで失われずに済んだと言われています。健常者にさえ困難なこのような大事業を盲目の保己一がなぜ達成できたのでしょうか。その答えのヒントとなるエピソードがあります。ある晩弟子たちが集まり、保己一から源氏物語の講義を受けていた時のことです。突然吹いてきた風にろうそくの火が消えてしまいました。真っ暗闇になり弟子たちは慌てました。すぐに事態を察した保己一はユーモアたっぷりにこう言いました。目が見えるということは不便なものですね、と。目が見えないものはあなた方が思うほど不便さを感じてはいないのだよ。むしろ目の見えるあなた方の方がよっぽど世の中の雑音に悩まされているのではありませんか。目の見えない私になぜできたのかって、目が見えないとか耳が聞こえないとか問題ではない。やり抜く姿勢こそが大切なんだよ。保己一はこう言いたかったのではないでしょうか。群書類集の完成から2年後、保己一は76歳でその生涯を閉じました。後の世の人々は敬愛の念を込めて保己一を書物の姓と呼ぶようになったのです。